京くん。共感の時間をあまり奪うわけにはいかないと思いまして、ちょうど宴の終わり、これから約束もされてるのでしょ。その方と共感との逢瀬を想像しつつ、泣き濡れながら眠りにつきますから。それで約束されたのはアリサさん、それとも他の先輩方、それとも永遠教官やサラさん。はっ、まさかユーナさんやエリゼ先輩だったりとか。リン教官、あの、こうして一目見られただけでも十分ですので。私はもう教官に見抜かれてしまっているから、どんなに甘えて冗談めかしてもあなたには響かないと思って。信じられません。こんな胸が爆発しそうで、感情が制御しきれないなんて。まさか教官がこんなに強引だったなんて。